イタリアのスポーツでは、イタリアのスポーツ事情について、ここで記述する。なお、競技そのものに関する詳細な記述に関しては個別の項目を参照のこと。サッカーにおいては一時、世界最強リーグの異名を取り、現在でもプレミアリーグ、リーガエスパニョーラと並ぶ世界トップレベルのリーグである、セリエ A を抱えるだけに、サッカーイタリア代表は、 欧州の中でもトップクラスの実力を持つ。FIFA ワールドカップでは、過去4回優勝、2回準優勝を飾っている。しかし、UEFA 欧州選手権では優勝は1968年の1回のみ、準優勝も2000年2012年の2回と、ワールドカップと比べてみると、あまり相性が良くない。ただ、一方で、スキャンダルや事件は少ないとは言えない。 特に2006年にはカルチョスキャンダルとして世界的な話題となる事件に発展し、ユベントスが2部リーグのセリエ B に降格、AC ミランフィオレンティーナラツヨの3チームが勝ち点を剥奪されるといった結果となった。また近年はサッカーの試合中やその前後にスタジアムやその周辺でサポーターによる暴動が起きることがあり、中には死者が出るケースに発展するものもある。 サッカーに次ぐ人気を誇り、口述する通りスータの名選手を輩出している。ジロでイタリアを開催していることで名高い。とりわけ山岳コースにおいてはツールドフランスよりも難度が高いという声もあるほどである。したがって、同一年度においてジロとツールを制した選手は、カンピオニッシモと称えられ、また、日本では、 両方のレースを制覇した場た、同一年度でこそないがコッピの宿命のライバルであり、また、良き友でもあった G のバルタリも、両方のレースで総合優勝を果たしている。合わせには、ダブルツールと言って称えている。そのダブルツールを最初に達成したのが、ファウスとコッピである。コッピは1949年と1952年に達成し、 また同一年度でこそないがコッピの宿命のライバルであり、また良き友でもあった G のバルタリも両方のレースで総合優勝を果たしている。さらにジロにおけるイタリア国籍選手の優勝回数は実に65回を数え、2位のベルギーの7回を大きく上回っている。したがってグランツール全体における優勝回数についてはイタリアがトップである。 また世界自転車選手権、エリート個人ロードレースの優勝回数も19回を数え、ベルギーに次ぐ記録である。上記2人以外にも著名選手が目白押しで、史上初のジロ総合3連覇を達成したカルロ、ガレッティ、コスタンテ・ジラルデンを、ジロ初の総合5回制覇を達成した、アルフレッド・ビンが、ツール総合連覇を果たしたオッタビオ・ボテッキアなど、世界的名選手が、各年代で、 次々に登場している。アントニオ・マスペスの出現により、トラックレースにおいても1950年代から1970年代前半頃まで、世界トップクラスの実力を堅持し続け、この当時、ロードレースも含めて、世界最強の自転車競技王国とも歌われた。その後、ベルギーのエディメルクスやフランスのベルナールイノスペインのミゲル・インドラインラ、 他国の選手の後人を敗するケースが多くなったが、メルクス黄金時代にしばしジロや世界選手権で激破したフェリーチェ・ジモンディは、史上二人目のグランツール完全制覇を果たした。またマルコ・パンターニが1998年に、ジロ、ツールのダブルツールを達成するなど、節目節目でビッグタイトルを獲得している。そして1997年から2007年まで、11年連続で、 ジロについては、東国国籍選手が総合優勝を果たした。しかし一方で、ドーピング違反による出場停止令は枚挙にいとまない。したがって、イタリア自転車競技会では、ドーピング違反選手に対する制裁措置が厳しく、例えば、アレハンドロ・バルベルではスペイン、国籍選手でありながら、スポーツ仲裁裁判所から2年間の、 出場停止処分が下されるきっかけとなったのは、イタリアオリンピック委員会から受けた、イタリア領域内レース出場停止処分である。イタリアでは、モータースポーツの人気も高く、かつては、本来、一国一開催が、原則の F1 においても、イタリア GP 以外に、隣国のサンマリノの名義を借りた、サンマリノ GP が開催され、例外的に実質的な、一国二開催が、 定着していたほか、ロードレース世界選手権に代表される二輪、ロードレース人気も高い。選手個人としては二輪ライダーに有名選手が多く、古くはカルロウビアリ、ジャコモア・ゴスチーニ、マルコ・ルッキネリ、フランコ・ウンチーニなど、最近ではマックス・ビアジー、ルカ・カダローラ、ロリス・カピロッシなどの世界チャンピオンを輩出している。特にバレンティーノ・ロッシはモート・ジッピーの最高峰クラスで、 過去7回の世界タイトルを獲得しており、史上最強のライダーと称される。一方で4輪のレーシングドライバーとしては、1950年に初代 F1 チャンピオンに輝いたジュゼッペ・ファリーナ、1952年1953年の F1 チャンピオンであるアルベルト・アスカリといった人材を輩出し、F1 早々期をリードしたが、その後、F1 チャンピオンは現れていない。 ただ、F1 ドライバー自体の数は非常に多く、2009年現在もやるの、トゥルーリ、ジャンカルロフィジケラの2人が、レギュラードライバーとして F1 に参戦している。またマシンの開発面でも、F1 の歴史をリードしてきたスクーデリア・フェラーリア、最弱チームと、揶揄されながらも20年以上にわたり、F1 に参戦し続けた、ミナルディ、そしてそのミナルディを買収した更新チームである。 スクーデリア・トロロッソなど多くのチームがイタリアを本拠地としている。F3 において河川的地位を占めているダラーラ、フォーミュラル農用車 C の製造で知られるタ、トゥースなどもイタリア企業であり、現在でもモータースポーツにおけるイタリアの重要度は高い。イタリアは競馬も盛んな国である。イギリス・フランス等と比べると近代競馬の開始は遅れたものの、 国内で複数の GI 競争が開催されていた時期が長く、ジョッキークラブ大賞やミラノ大賞店等は日本でも比較的知られた競争である。ただし、近年は不況の影響から売り上げが減少傾向にある。運営母体のずさんな組織運営も問題視され、2010年にはサンシーロ競馬場、カパネッテ競馬場というイタリアの二大競馬場での 開催が一時困難な状況に追い込まれた。2012年1月には、イタリアの競馬統括機関であるアッシが、イタリア国内の全競争について、一律40%賞金をカットする方針を打ち出したが、これに反発する機種、調教師、競馬場職員らがストライキを起こし、競馬の開催が全面ストップ。その後、競馬開催は再開されたものの、賞金の支払いが、 全面ストップするなど問題は依然継続している。2019年には国内で開催される GI 競争がゼロとなるなど調楽が著しい。イタリアはバレーボールも盛んで、特にトップリーグであるセリエ A は世界的に見ても非常に珍しいバレーボールのプロリーグである。このかカップ戦であるコッパイタリアなど多くの大会が行われている。日本からも 大林元子、吉原智子などといったトップ選手がイタリアに渡り、プレーしていたことがある。イタリア代表も、男子、女子ともに、世界選手権や欧州選手権の優勝経験があり、欧州の競合チームの一角を占める。北には、アルプス山脈、本島には、アペニン山脈、その他エトナ山などイタリアは、様々な山岳地域に恵まれているので登山も、盛んである。 モンブラン初登頂し、近代登山を築いたジェイバルマ、MG パカールなどをはじめ、ラインホルトメスナーやスキー登山家でもあるまって、ペドリアーナ、グイド・ジャコメッリなどが有名。日本ではマイナーな山スキーの大会が、冬頻繁に行われており、南チロリやアオスタを中心に、上記の300に近い地域では、山スキーのメッカである。上記のペドリアーナ、ジャコメッリもその中の一人。 ゴルフ大国とは言えない。フランチェスコ・モリナリがイタリア人として初めてのメジャータイトルを獲得。ありがとうございます。